この動画を開いてくださりありがとうございます。イラスト、アニメーションの制作をしていますさゆまです。今回はスマホだけでできるアニメの作り方ということで、 iPhone、Android 向けに機械音痴でもできるスマホだけでできるアニメの作り方をご紹介します。今回使用するのはメディバンペイント、アイビスペイントといったお絵かきアプリ、 iPhone、iPad 向けの GIFMOV、 Android 向けの GIF メーカー、エディターといった GIF 作成アプリです。アニメを描くときはパーツごとにレイヤーを分けて描くが鉄則。上に動くパーツ、下に動かないパーツを分けています。パーツごとに見ていくと、動かない背景と顔、動く目のパーツに分かれています。それではそれぞれのパーツを合成していきましょう。この5枚をすべてつなげるとこんな風にまばたきしてくれます。次に実際にイラストをつなげてみましょう。説明に使用するのは iOS 向けの GIFMOV というアプリです。アプリを開いたら上から2番目、写真を GIF 動画に変換をタップしましょう。するとこのような画面になるので、真ん中の黒いところをタップ、カメラロールを選んでつなげたイラストを順番にタップします。そして最後に選択をタップ、するとこのような画面になります。正方形のイラストを描いた場合はこのまま保存していただければ OK です。 YouTube と同じ縦9、横16の割合のイラストを描いた場合にはこちらをタップして元の大きさに戻します。これで元の大きさに戻りました。保存をタップすると、それぞれ様々な大きさの動画と GIF のオプションが出てきます。動画の上から3つが YouTube と同じ大きさ、下から3つが正方形で保存できます。 GIF も同じく上から3つが YouTube と同じ大きさ、下の3つが正方形で保存できます。今回は YouTube 用なので一番大きいこちらをタップして保存しました。動画がカメラロールに保存されれば終了です。お疲れ様でした。今回は難しい点がたくさんあるので、わからないことがあればお気軽にご質問ください。次回の動画は単眼大好きな私が作るカスタムキャストで単眼の作り方をご紹介する予定です。お楽しみに。